どうもー、たぶやんです。桃鉄 V、 ついにこの年がやってきました。行きましょう。大恐慌終了。好景気はないのかい。エンマ社長、ああ、おもちゃ工場かけない。さあ皆さん、500億あります。岡山まで1234で岡山123でなすりつけられる。普通に振るか。あ、もしくはね、新幹線カードで一周してなすりつけるっていう大技もあるけど、いや、ここはね、もう4か3出しますよ。普通にね。行こう。4出せば岡山行きます。3。一旦なすりつけ。よかった、まとめ買い。517億残るから、ここは増資しとこう。久しぶりのお金出費だ。やった、なすりつけた。で、次何出せばいいんだ。4か。で、ちなみにゴールどこだったっけ。気にならないけど、前回までの桃鉄 V、 前回大恐慌だったんですけど、刀狩りカード、前回ね、あ、釧路か。ゴール北海道だね。あ、向こうに行った。鳥取増資かなこれ。あ、増資できない。前回ね、大恐慌で逃げ惑ってて、でハワイが目的地になったんだけど、私はハワイに向かわずに四国で待ってたんですよね。で、この佐久間さんとかぐや姫が向かって、かぐや姫がゴールしました。さあ次は北海道だから、わっかない。これはもう目的地に向かわない。どうした、また開発要望断るんでしょ。私なら出してあげるけどね。桃太郎ランド買ってからね。1,2,3,4,5、 5出せばゴール。私のゴール、いけ、5。やったー。早くもゴールしました。皆さん、お待ちかねの桃太郎ランド、おい。やりました。ついに、ついに桃太郎ランドを買われるんですね。私、タブヤン社長の秘書になって44年、雨の日も風の日も仕事を休まない社長についていくな。しかも私ね、この2019年、ね、昭和50年生まれ、44歳でになりますよ今年。だからどうだって言うんだ。正直言って辛い日もありました。救急車に運ばれたりね、いろいろありました。でも桃太郎ランドを所有できる会社の秘書になれると嬉しゅうございます。岸あさこさんだ。ありがとうございます。タブヤン社長についてきた甲斐があります。しかも今回はこのデータをセーブしておくと、え、コマンドで桃太郎ランドが登場するそうです。あとで他の社長さんたちと、え、視聴者のみんなと見れるの、後で。誰もが夢見た、手に入れた桃太郎ランドを手に入れた、セーブデータできるの。どうした、桃ランド早くセーブして。やったぜ。シリーズごとに豪華になっていくねこれ。何これ、最高じゃないの。やったぜ。
念願果たせました。セーブデータっていうのは勝手に作ってくれるのかな。いやこれ50年経ってからのお楽しみにねしたいと思います。おまけ動画でね、あの桃太郎ランド担保したいと思いますので、皆さんお楽しみに。あとは気持ちよくね1位をキープして終わりたいと思います。さあ全力で、あゴールドカードをかぐや姫にプレゼントだって、やめろよ。これもう首位攻防はかぐや姫とですね、そのかぐや姫にゴールドカードが渡ってしまった。これ夢の桃太郎ランド増資っていうのもあるけどねあと500億貯金して、いやこっからはね収益率の高い物件を買っていこう。と言っても17億しかない。どうしようか、テレポートカードだなこれな。とりあえずテレポートカード、かぐや姫のとこに行きたいな、できれば。どうだ、エンマさんはやめて。おお佐久間さんのとこ行きました。かぐや姫が今、あエリモ岬もうすぐ、この南に佐久間さんがいて私がいるのかな。地域カード、うわゴンビーあっち行け、タブヤン社長やめて、ブロックカード。あエマ社長のとこに、あ元の木阿弥トラベルチャンス、懐かしい。レベルアップしてんのかな、 トラベル内容が。トラブルぐるぐるドーン、バックオーライ変わらないね。ああでもサイコロ2個には一応ねなってるけどもうこれ終盤戦だからサイコロ3つぐらいでもいいけどな。おえあ佐久間さんこんなとこにいんの、東京湾じゃないのこれ、マジか、変なとこ飛んだな28マスもあるじゃん、空城まで。参ったな、これ。ここはオレンジカードでいこう。テレポートカードちょっと温存しとこう。エンマさんのところにテレポートしたりしたらもう最高だからね。片道切符だから。はい、東京に戻ってきました。もうすぐ現地出てもいいよ。19億しか持ってないから。今年の買い物はもうね、ね、5月で終わりましたから。あ、もうすぐゴールしてたね。できるだけまあ近づいておいて北に向かっていってボンビーつかない状況で次の目的地を狙う感じかな。うんちカード、当然エンマさん使うでしょうよ。カード買ってきた、特製でカード今さらいらんよねエンマさん前半戦苦労したけどね、よくプラスに戻ってきたよねエンマさん。かぐや姫がいつゴールするかだね、そこで動きますね。ワクチン打ってたんだね、オレンジカードでねどんどん、ね、目的地に向かっていきたいと思います。暴れるぜ。いや500億使った後のこの開放感ね気持ちいいですよ。あフェリーに乗れって言ってんのか、これやだなフェリーに乗るの。北に向かってなんとか、慣れていってるね。でも那須高原買えない、やばい、これ逆にボンビつくかもしれないね、変なとこでゴールされると。東北ぐらいまで行ったらこっちの方が近いかもしれないけど、フェリーに乗るのは嫌いだ、お楽しみが減っちゃうもん。ボンビー何してくる、おカード私になんかくれ、飛び散りカード飛び散りカード動かずに使っちゃえばよかったのに。
ろんなところ封鎖されるのにね。乗り換えですか。目的地に到達した回数がなんか最後のね50年目の決算でね、1位が何十億とかもらえるとかだったら面白いよねっていうのを提案してみました。佐久間明さんね、お体気をつけて提案聞いてほしいですね。続編を期待しております。おい、さらに北に行ってもまだ遠いか。まだ遠い。まだこっちにやっと来た。松島、あ、増資できる。松島入っちゃう。ささかまぼこ、おいしそう。ここから北、仙台より北に行けば近くなると。よし、まだゴールしないな。オッケー、オッケー。あ、ロボット研究所。これはメカボンビ RX 買うんじゃない？さすがに。あ、メカボンビの方買った。 RX は買わない。あ、メカボンビ2台 RX の、メカボンビ3台。メカボンビ4台。なぜ RX を買わない。ヤマト侍いらんでしょうよ。メカボンビ4台買いましたよ、かぐや姫。もうこれでキングボンビーはお互いなさそうですね。私は RX2 台持ってるし、銀河鉄道カード持ってるのに使わないっていうね。奪ってしまいたいね。カード買ってきた。特急カードいらんよね。それはいらんかったね。特急カード、これでももう行く気ないもんね、エンマさんね。何、進行形カード使っても5しか出なかったな。佐久間さん、ついなんだ、だんだん落ち目になってきてる気がするな。ハッピーハロウィーン。おお、去年負けたけどな。2連敗はやめてくれよ、広島に。広島にでも勝った記憶はあんまないね。いけー、今年はまたな、広島強い。何回やっても勝てねー。強い。練習量が違うのかな。なんてことだよ、もう。まいったな。桃太郎の服地味だな。後ろまで30マス、結構行けるとこまで近づいて行ってしまうよこれ。あ、でもこう近くにカード売り場があるからサイコロでほいと43。ここか。あー、いいじゃん、ここ入っとこう。買う新刊、あ、ちょっと待ってよ。剛速球カードだ。はテレポートカードを買いまし、新幹線カード。オッケー、これでいいや。6。エンマさんの夢を破る銀河鉄道カードを叩き割ってやろうかな。なぜそんなの使うんだろうね、特急カードとか必要ないのにな。向かうんかい。結局向かうのかよ。やばいな、私も向かった方がいいな、これ。微妙にボンビーの位置関係とか分かってるんじゃない？私の方がやばいとか。カード買ってきた。どんどん買ってくるね。あ、でもこれ特製デーカードとかが円幕になって、剛速球カード使っても特製デーカード終わってしまうっていうね。
別に全部のカード割れることわけじゃないからね。あら、赤マス嫌ったな。その1回が佐久間さん命取りだよ。大丈夫かい？かぐや姫ゴールしちゃうんじゃない？寒くなってきましたよ、11月。テレポートカードで一気に勝負いくか。いや、新幹線カードでも北海道まで行こう。レッツゴー北海道。青函トンネル、レアカード来い。面白ければ何でもいいカード来い。お守りカード。近くの神社にお参りに行ったんだけど、お守り売ってなかったな。なんかあの小さい神社なんでね、社務所みたいなとこが閉まってましたね。1月はお守り買いたい気分になるよね。お守りカードって何なんでしょうか。え、もう着いたの。やばいぞこれ。あ、銀河鉄道カードが、あー、佐久間社長に銀河鉄道カードついに動いた。銀河鉄道カードが使う。おー、佐久間さんやるね。もらったカードを即座に使用。エンマさんはどうしたんでしょうね。ミドトラマン、過去の戦績 50% ぐらいか。ミドトラマン、うちの青トラマンに比べれば見劣りしますけどね。これ場合によってはテレポートカード使いますよ。メリークリスマス。お守りカードの効果見とこうかな。あ、どうした、食品日本一。これで9回目ですかね。かぐや姫が、5回、私が3回輝いております。またかぐや姫、京都和菓子屋、かぐや姫強し。あ、かぐや姫ごめんなさい、7回かな。もうダメです、勝てません。お守りカード、持っているだけで貧乏神の物件売り攻撃から救ってくれます。そんなカードあったんだ。へえ、そうなんだね。オレンジカードゴー。釧路の戦いに参戦するぜ。あれ、ワープ駅やだなこっちだな。あ、ボンビーがすぐ近い。札幌に到着。でもお金ないんだよね今年は。あー、ビール工場増資できたけどな、残念。オレンジカード使い切りました。いやいやいや、もう今年はもう5月でね、役目終えてますから。いいな、臨時収入なすりつけられる。お守りカードも持ってるしね。そして桃太郎ランドの収益が500億の 10% だから50億でしょ。50億プラス返ってくるでしょ。すごいよね。去年まで100億だった収益がね、お楽しみですよ。明けましておめでとうございます。ゴールを目指そう。新幹線カード温存で4、3、2。富良野と池田入れる。おお、富良野、池田、ワイン工場。あ、ワイン工場の方行っとこう。まとめ買い、
おーし、もうギリギリまで行っちゃえ。あともう2億しかない。ゴールしない。一歩遅かったね、かぐや姫、私が買い占めました。いや、これシェルターできてたね、本当は池田に。あ、かぐや姫、どうだ、負けんぞ。トマも好きじゃ、買えないよね、エンマさんには。物件売る。あ、有田のセラミックパーク。え、そんなん使うの、オレンジカードもったいない。やめてー、ゴール直線なのに。逆にやめてほしい。まだゴールしない。4しか出なかった。佐久間さん、ちょっと落ち目だね。ラストですか。どうした、もうラストだよ。あ、冷え込み厳しい。どこ、あー、都内はやばいですよこれ。損害の方ですよ。横浜ですか。横浜よく来るね。佐久間さんが大損害。釧路まで3、よし決めちゃえ。36か。こっちから行ったら無理かな、無理か。網走を増資できる。行っちゃえ、もうギリギリまで行っちゃえ、増資しちゃう。6000万しか残ってねえ、すげえ。ゴールせず、あとはエンマさんと佐久間さん、どっちかゴールする可能性あるよね。あ、私ボンビーついちゃうじゃん、この時点でゴールしたら。やめてくれよ。おう、ああ、物件売られまくり。ゴルフ場でかい。さあ、佐久間さんがゴールするからね、そこは普通に振るのかい。どっちなんだい、急がないのか。いや、記念すべき決算来ました、桃太郎決算。ペペ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 ペマン、なんでやねん。150億突破。まあ、100億だったから50億プラスですね。でかい。私以外下がっております。もう後のね、年数エピローグですね。あ、カニがマイナス30度でしたか。だからなんだ。1700億、かぐや姫1000億前でくすぶっております。桃太郎ランドが輝いております。地域を、まあ岡山を取った私がもう桃太郎ランドね、当然四国地方って。四国地方違う、中国地方。四国と中国が混ざってしまいました。四国と中国ね、取りました。どうなるんでしょうか。かぐや姫、東北しか残っておりません。日本統一も夢ではありません。残り6年、次回も楽しみに。さよなら。